皆さん、またお目にかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原栄一です。今日は昨年来好評販売中のこのレンズ、ときなオペラ 50mmF1.4FF、 このレンズが一般的な 50mm レンズ、まあ、50mm 単焦点レンズに比べて性能がどれだけ違うかというのを、まあ、分かりやすく紹介したといった動画を作ろうということで今回撮影をしておりますが、このレンズ、まあ、一般的な 50mm レンズに比べると、まあ、重くて大きいといった印象のレンズですね。でも実際取り比べるとやっぱり違いがありますね。このトキナーの新しいフラッグシップレンズ、トキナーのオペラ 50mmF1.4FF というレンズ、まあ、FF はフルフォーマットという意味なんですけども、とにかく見た目大きいわけなんですね。標準レンズ 50mm というと、まあ、フィルターサイズが 52mm とか 58mm で、重さもそれほど重くない、まあ、500g 以下みたいなのが普通だと思うんですが、この時のオペラはなんと 950g、 重くて大きい、まあ、でも重くて大きいのにはちゃんと訳がありまして、やはり今5000万画素時代と言われてますけども、デジタルカメラの画素数がどんどん上がってカメラの性能が上がっています。それに合わせたレンズということで今回ご用意させていただいたのがこの時のオペラなんですね。では一般に売られている 50mm の単焦点レンズの写真とこのオペラの写真、三脚を立てて全く同じ構図で撮った場合どうなるかというのをご覧いただきましょう。まず1枚目、これが、オペラのではない、一般的な単焦点ですね。はい、でオペラの写真です。まあ、この1枚1枚見せるだけだとよくわからないので、では繰り返し交互にご覧いただきましょう。一般的なレンズ、オペラ、一般的なレンズ、オペラ、まあ、これまた交互でいきますよ。はい、そして2枚目の場面もう一遍やりましょう。一般的なレンズとオペラ、一般的なレンズとオペラという順で流していきます。はい、ご覧いただいて分かる通り、歪曲みたいなのがまるで違うということと、一般的なレンズは中心部と周辺光量、明るさが違いましたね。やはりフィルターサイズ 52mm とか 58mm サイズで大口径単焦点、なかなか難しいものがあるわけなんです。5000万画素時代に合わせて作った時のオペラ 50mmF1.4FF、 今までの常識と違って 72mm サイズ、まあ、非常に大きいフィルターサイズの単焦点標準レンズということで今回企画しました。ご覧いただいた通り、中心と周辺の画像の均一性とか歪曲の周差といったものが一目見て変わると、違うといったぐらいの変わり方、違いがありました。後で撮影した画像をソフトで加工して、まあ、均一したな画像に近づけるといった方法はあるかもしれませんけども、やはり撮影時にいいレンズを使うといったことがいい写真への近道だと思います。トキナオペラ 50mmF1.4FF、 非常に高性能なレンズです。ぜひご検討ください。